パトリック・カー・ペンティアは、カナダの元レーシングドライバー。チャンプカー・ワールドシリーズ及びインディカーシリーズでの活躍で知られる。2009年、彼は、トミー・ボール・ドウィン・レーシングの36番車を、マイク・スキナーとシェアし、またマイケル・ウォルトリップの55番車、トヨタ・カムリを、ロードコースでドライブして、ナスカースプリントカップシリーズに参戦した。2010年は、 ラティチュード43モータースポーツから数千に参加した。2005年、カーペンティアは、レッドブルがスポンサーするエディチーバーのチームから R に参戦した。その以前は、チャンプカーワールドシリーズにほぼ10年間、ベッテンハウゼンレーシングから、ルーキーの頃より参加していた。しかしながらチームはその後、ジェリー・フォーサイスによって所有されることとなった。 その経歴の初期に彼は怪我のためレースを欠場することが多く、そのうちのいくつかはレース外での負傷であった。彼の最初のチャンプカーにおける勝利は2001年のミシガンであった。2002年にはシリーズランキング3位となる。期待外れであった2003年シーズン、彼はランキング5位であった。このことで彼のチーム内での立場は弱くなり、 まもなく2004年にはチームを放出された。その後カナダにおけるマーケティングのため、チームは彼を3代目の車で復帰させた。2004年にはポール・トレーシーよりも上位でシーズンを終えたものの、カーペンティアはチームを離れ、R ・インディカーシリーズに参戦するエディ・チーバーのチーバーレーシングに加入した。オーバルトラックでの好成績のため、彼は活躍が期待された。 しかしながら、トヨタエンジンの低性能により、成功することはできなかった。チームは、シーズン後、レッドブルの支援を失った。スポンサーの亡くなったチームは、活動体制を大幅に縮小し、カーペンティアはその年、マシンをドライブすることなくチームを去ることとなった。チャンプカーでの8年で、カーペンティアは、トップ10フィニッシュを74回、表彰台には22回登った。 R での1年で彼は11回、トップ10フィニッシュした。2008年のスプリントカップシリーズカーペンティアは2006年、カユーガスピードウェイでのキャスカースーパーシリーズのイベントに参戦した。デーブ・ジェイコブス・レーシングから参戦、21位でスタートし6位に入賞した。2007年は、グランダムシリーズにサマックス・モータースポーツから、ミルカ・デュノーのチームメイトとして参戦した。 その後ナスカーに参戦するためサマックスを離れた。カーペンティアは2007年8月4日、ジルビルヌーブサーキットで、ナスカー、ブッシュシリーズへのデビューを果たした。ポールポジションを獲得した。彼はレースを2位で終えた。ナスカーネクステルカップへのデビューは2007年8月12日の、ワットキンスグレンで、ジレットエバーナムモータースポーツの10番車のダジで、 スコット・リグスに代わって40位からスタートした。レースの中盤では7ラップにわたってトップを走行し、最終的に20位でフィニッシュした。2007年10月に、翌2008年シーズンは10番車をドライブしてフル参戦することが発表された。2008年2月14日、カーペンティアは2008年のリトナ500でのゲータレード、デュエルで予選通過にトライした。 彼は1日の大半をトップ10で走行した。レースの終盤で右フロントタイヤがバーストし、バックストレッチウォールに衝突する。結局は予選落ちすることとなった。2008年6月27日、ニューハンプシャーモータースピードウェイでのレノックスインダストリアルツールズ301で、カーペンティアはスプリントカップシリーズでの初のポールポジションを獲得した。 このポールポジションは、ナスカーのトップカテゴリーにおける外国出身ドライバーが獲得したポールとしては、1953年6月のラングホーンスピードウェイにおけるロイドショー以来のものであった。2008年7月5日、コーク0400において、カーペンティアは14位でフィニッシュ、彼のベストキャリアであった。2008年8月30日、カーペンティアは、 ジレット・エバーナム・モータースポーツを離れ、2009年シーズンの所属は未定であることを発表した。その4日前にチームはカーペンティアの将来が不確定であるとして、翌シーズンはリード・ソレンソンを起用することを発表していた。10月7日にカーペンティアはチームを離れた。2009年6月9日、マイケル・ウォルトリップ・レーシングは2009年の2つのイベント 6月21日のインフィニオン及び8月9日のワトキンスグレンでマイケル・ウォルトリップに代わって55番車をカーペンティアがドライブすると発表した。その後、彼はトミー・ボール・ドウィン・レーシングでマイク・スキナーがトラックシリーズに出場するため欠場となるイベントで代役としてドライブした。2010年、カーペンティアはラティチュード43モータースポーツから数千人 参加した。2011年はオープンホイールに復帰し、2011年のインディ500にドラゴンレーシングから参戦。スコットスピードがバンプデーで予選通過できなかった後に予選に出場したが通過することはできなかった。ストックカーではフランク・ストッダードのチームからスプリントカップの数戦に参加した。6月7日、カーペンティアはトロント3市で ジルビルヌーブサーキットで行われるナパオートパーツ200をもって引退することを発表した。同レースにはパストラナオルトリップレーシングから参戦した。2011年8月20日、カーペンティアはモントリオールで行われるネーションワイドシリーズの前に引退を発表した。レースでは4位を走行中にスティーブン・ウォレスと接触してリタイアとなった。監修は彼に対して スタンディングオベーションを行った。引退にもかかわらず、カーペンティアは2012年1月に自動チャリティ募金を目的として、モントリオールで行われるネーションワイドシリーズへの参加する意欲があると述べた。インディライツチャンプカーインディカーインディ 500H グランプリ。ありがとうございます。